皆さん、こんにちは。2018年に開催されたピョンチャンオリンピックで、オリンピック初出場ながら見事銀メダルを獲得した宇野昌磨さん。2022年現在、日本のフィギュアスケート界を牽引するフィギュアスケーターの一人と言っても過言ではないでしょう。今回は、そんな宇野昌磨さんの家族構成について、そして3年間交際していると言われる本田真凜さんとの関係についてご紹介します。宇野家は父親の弘樹さん、母親の純子さん、長男の昌磨さん、そして次男の樹さんの4人家族です。弘樹さんは愛知県名古屋市にある IT 系の会社で取締役社長を務めています。資本金は300万円程度ですが、年商はかなりの額になると予想されます。というのも、フィギュアスケートは続けるのにとても費用のかかる競技だからです。トップフィギュアスケーターともなれば、遠征費、衣装代、コーチ代などその費用は年間数百万から数千万円にまで上ると言われています。また宇野昌磨さんは幼少期からフィギュアスケート以外にもダンスやゴルフ、水泳など様々なスポーツを習ってきたそうです。現在の姿からは想像もできませんが、宇野昌磨さんは出生体重が 1000g にも満たない超低質性体重児として生まれ、幼い頃は身体が弱く喘息で入退院を繰り返していたそうです。少しでも体を強くしてほしいという両親の願いから、さまざまなスポーツを経験したのだそうです。その中で宇野昌磨さんがもう一度やりたいと希望したのがフィギュアスケートだったのです。年間数十万から数百万円かかるフィギュアスケートを習わせられることから考えても、弘樹さんの会社の業績は安定しているのではないでしょうか。母親である純子さんに関する情報はあまりなく、小柄で可愛い雰囲気の専業主婦だそうです。4歳年下の弟樹さんは中京大学経済学部に在籍、陸上ホッケーをしながらモデルなど芸能活動も積極的に行っているようです。過去には競技以外に関心の薄い兄昌磨さんの身の回りの世話やスケジュール管理、メディアの取材対応、また通訳などサポート全般を担っていたそうです。そして宇野昌磨さんといえば、祖父である画家宇野富士雄さんも有名です。戦争を経験しつつも20歳頃から画家としての活動を始め、1952年の二科展で初入選し、それ以降は23年連続で入選を果たしました。和歌、俳句、仏教などのあらゆる日本文化を研究し、研究から得た知識をキャンパスに表現する手法を長年取っているそうです。宇野富士雄さんの作品は海外でも出展され、カンヌ国際展グランプリをはじめ数々の賞を獲得し、ブラジルやフランスでも個展を開催しているようです。宇野家は祖父は画家、父親は社長、母親は家庭を支える専業主婦、弟はモデルと多岐にわたる活動をされているようです。では次に、3年間交際していると言われる本田真凜さんとの関係について見ていきましょう。宇野昌磨さんと本田真凜さんの真剣交際が週刊誌によって報じられたのは2022年1月1日のことでした。2人の交際期間は3年、さらに両家の公認カップルということで、このまま順調に交際が続けば結婚するのではと言われています。この2人は交際報道が出る以前からはっきりとは明言せずに、自慢したいことなどを気づかれるようにほのめかす行為、匂わせが多々あり、ファンの間では2人の交際はある程度知られていたようです。2人が知り合ったのは本田真凜さんの兄本田太一さんがきっかけのようです。現在はすでに現役を引退されていますが、以前はフィギュアスケーターであった太一さん、宇野昌磨さんの1年後輩にあたり、練習仲間として仲が良かったのだそうです。その太一さんが宇野昌磨さんに本田真凜さんを紹介したことから2人は知り合うこととなりました。その後、2014年に台湾で開催されたアジアオープントロフィーで再会したことで2人の距離が縮まったそうです。宇野昌磨さんの練習拠点は名古屋にあり、本田真凜さんの練習拠点は関西であったことから頻繁に会うことはありませんでした。アイスショー終わりに家族ぐるみで食事に行った際、彼氏が欲しいと言った本田真凜さんに
無言で自分を指差し立候補したのが宇野昌磨さんだったのだとか。当時本田真凜さんは中学生だったため、とりあえず連絡先を交換するにとどまったそうですが、両家の母親からは拍手があったそうです。このような可愛いエピソードもありながら、本格交際がスタートしたのはそれから数年後の2019年頃のようです。宇野昌磨さんは2018年ピョンチャンオリンピックで銀メダルを獲得しましたが、その後思ったような演技ができず伸び悩んだ時期がありました。本田真凜さんも2018年頃から不調の時期があったようですから、フィギュアスケーター同士お互いの悩みを相談し合ううちに真剣交際につながった可能性もあります。宇野昌磨さんは身長約158センチメートル、本田真凜さんは約163センチメートルと逆身長差カップルなのだそうです。宇野昌磨さんは身長が低いことを気にされているようで、本田真凜さんと写真を撮る際には自分の方が身長が低く見えないように意識されているそうです。2019年頃から交際をスタートさせたと言われる2人は、2022年1月に週刊誌に交際を報道されるまでにも、数々の匂わせ画像を SNS 上にアップしていました。例えば、色違いではありますがお揃いのパーカーを着たり、カバンにつけているストラップが同じであったり、また数々の仲睦まじい画像が SNS 上にアップされています。そして、宇野昌磨さんの好きな女性のタイプ、信頼できる、ロングヘア、笑顔が素敵な動画、本田真凜さんにぴったり当てはまっています。若かりし頃のインタビューでは、結婚願望はないと語っていた宇野昌磨さんですが、2022年現在は24歳になります。これからますます年齢を重ねることで、結婚に前向きになることは大いに考えられます。2022年に開催された北京オリンピックでは銅メダルだった宇野昌磨さんですが、すでに2026年のミラノコルティナ大会を視野に入れていると言われています。本田真凜さんもまだ現役のフィギュアスケーターですから、当面はお互い競技に集中し結婚することはないと思われます。宇野昌磨さんは24歳、本田真凜さんは20歳ですから、まだまだ時間はたくさんありますし、交際が楽しい時期であるとも言えます。お互いの競技人生が落ち着いた時、嬉しいニュースが聞けるかもしれませんね。それまで2人が順調に交際を続けられるよう見守りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録高評価をお願いいたします。